はい、山上です。12球団最低勝率から、ペナントを制すやってるんですけど、前回留学行った村岡くっそ強くね、こいつパワー上がって帰ってるし、ドミニカ行ってパワー上がって帰ってるんだから EACSCDD でくっそ強いんだが、マジで身体能力の塊みたいなやつだな。これ外野手転向ありだな。村岡ショートだがやばくね。足もあるしパワーもある。これはちょっと育てていきたいね、村岡くん、パワーヒッターとして。1年目はとりあえず、2軍にいてもらうか。でコンバートしてから頑張って育てましょう。というわけで今現在うちは、首位を走っております。てかコンバートする前に、果たして今年の状態でもう優勝する可能性が出てきてますね。近藤の件も回復してるし、結構大瀬良の金属疲労が溜まってるのがちょっと気になるところなんですが、どっかで2軍に落とすっていうのも必要になってくるのかもしれないが、でもうちの先発陣は基本的に勝利投手なんで中継ぎに負担がかかってる感じかな、先発投手より。なるんで、まあ、なんか先発はまあちょっと多少ね、無理してでも頑張ってもらいましょう。1軍にずっといてもらって、で近藤怪我多いんじゃ。でもちょうどこういう交流戦明けのね、交流戦入る前にね怪我してくれたんでよかったです。ゴーがノリノリじゃなくなった。どんな感じですか、うち今大瀬良4点台 4.04 な。先発ね、高梨頑張ってるな。中継ぎが、あ、大友が覚醒した。これ大友 A だっけ、上がったのか普通に。だが打たれている。今村行こうか。今村白村あたりを上げるか。リード時はこの3人でやってもらうか。サファティで鍵屋もリード時でしょ。抑えが打たれてるな。先発もこの上が打たれてるな。こいつ強いな。塩谷ちょエース使おう。E のエースとして使っていこう。E のを積極的に使っていこう。この2人ね、東大瀬良のね、この FA コンビ、FA じゃない、FA トレードコンビ頑張ってほしい。野上もね、頑張ってるんでね、頑張ってはないか。結局、生え抜きが頑張るっていうね。最終的にやっぱ生え抜きが強いっていう。そうなると、裏のもあたりも入れていってもいいんじゃないか。大瀬良一回、落ちろ。多分疲労が溜まってるわ。うちの野手はどうですか。2番近藤変えた方がいいのかな。2番ゴーのがいいかな。2番ゴーにしよう。左右右左右右左左こうだな。名前も打ってるな。お、清水も打ってるじゃん、4割。そしてうちの化け物、あれ、うちの化け物は、うちの化け物村岡、リーサルウェポン村岡。村岡あげる？清宮の代わりに村岡使おうか。いや、これありだな、村岡作るの。村岡 DH 使うのありだ。これは完璧なあり。ありよりのありだ。使っていこう。村岡を使っていこうぜ。ここで使わない、いつ使う？森山下がってもらおう。村岡なんか覚えさせて。でも、得能今ないんだよな、みんな。みんな覚えてるんでね。とりあえず弾道しかないんで、弾道を上げる。弾道4にしよう。村岡の、村岡見てー、村岡見よ、村岡見よ、村岡見たい。俺は足が速くてホームランも打てるバッター。神じゃないか。だがミートが弱いっていう。内野版太田大使みたいな感じかな。噂はスタミナ回復できてないな。そうなると東だな。DNA 相手に東が行くぜ。疲労がちょっと溜まってきてるんで清水とか使っていこうか。やっぱ二遊間の疲労は溜まりやすいんでね、ちょっとちょいちょい変えていった方がいいな。 DH なしかい。じゃあ巨匠と村岡、セカンド西崎でいこう。二遊間ちょいフレッシュで、フレッシュフレッシュフレッシュでいこうか。で清宮を使っていこう。4番村岡、3番だな、2番だな、2番村岡でいこうか。よし、4番太田大使。今日は疲労を考慮してね、いろんなちょっとお試しオーダーでいっていこうか。まあね、 DeNA はね強いかあんま分かんないけど、やっていきましょう。外か、どんな感じなんだ DeNA 打線は。あ、今永だ、エース今永。けー、うわ綺麗だな。これ後ろのビルとかも再現されてるのかな。こんな感じのビルなのかな、あの横浜スタジアムのビルって。向こうどんな感じですか。1番梶谷、大和の疲労度がやべえ。金属疲労めっちゃ溜まってるじゃん。ダルトン、筒香、桑原、峰井、外、白崎、ロペースもめっちゃ溜まってんな、疲労。
今らがもうクッソ疲労溜まってんの。あ、菅野いるじゃん。強え。これ強いな。DNA 強いでしょ。左打者1割7分7厘で全然打たれてないじゃん。だがホームラン打つ村岡は。村岡プロ初打席か、これもしかして。もしかしてプロ初打席、村岡。背番号2番。プロ初打席がいきなり左に強い今永とは。だがいきなり打つ。だがかとらえすぎた。ちょっと打球が強すぎた。パワーがありすぎた。村岡のパワーがありすぎた。いけ村岡。村岡強振体をつけたいな。ホームラン狙ってほしいわ。かといって足もあるんだよな。難しいところだな。走力も S だからね。むしろパワーよりね、走力を期待されて入った選手だから。走力重視で入った選手だけど、実はパワーもあるっていう。その留学行ってパワーもついたっていう。元からまあパワー C はあったんだけど、やっぱ走力 S っていうのが光ったけど、今回パワーも A になったら、これは内野安打確定。ヒットでした。内野安打じゃないです。普通にヒット。これがプロ初安打。ちゃんとボールもらえよ。ここで村岡走れ。西川、西川走っていいぞ。おい、必要に牽制してくんね。だからこっちは誰だと思ってんだ。西川だぞ。走る。 OK、 通り成功。はい、通り。今年何個目。スタートが悪かったけどチェンジアップだったからね、余裕で通り成功できました。そしてヒットで帰ってくる。1本で、はい、 OK、 ツーベースいける。あー、無理か。いけたな。村岡の足ならいけた。自分の足を信じようぜ村岡。今のがヒットからツーベースになったらだいぶでかいからね。チャンスで村岡に回せ。西川走れ。西川も初球ですぐ走るからな。そういうとこはいいよね。走んないかまだ。村岡ちょっと気にしてるぞ、西川のこと。西川いつ走るのかなっていう。今だ。はい、完璧に決まった。だが追い込まれた。これが2番だぞ村岡。だから盗塁なんて気にしなくてガンガン打てばいいんだよ。ガンガン打てば。西川の盗塁なんて気にすんな。初球で走んない方が悪い。ライト筒子、レフト桑原か。コンピューターたまにセンター筒子とかやるからね、バカでしょ。はい、これスリーベースできる。走れ走れ走れ。西川三塁回った。ボールは中継。ああ無理か。ここで勝ち越しました。4対3。狭いなやっぱり横浜スタジアムは。これはヒーロー、ヒーロー村岡いけるぞ。猛打賞片目打ち、得のついてる。ここで国吉ホームラン、とホームラン、プロ初ホームランを横浜スタジアムでどうぜ。横浜の空高く、ホームランかっ飛ばせつつ、筒香。筒香ではないけどね、こいつは。こいつはでも筒香になれる逸材だから。どちらかでは太田大使か。左版太田大使だな。太田大使もショートだったしね、もともと。そこから外野手転向したから。村岡もショートから外野転向しよう。福留みたいな感じか。福留ではないか。めちゃくちゃ足も速くてパワーもあるって誰だ。秋山か、秋山浩二か。左番秋山浩二になる。お前はもう左番秋山浩二になる。外野手としてセンターとして。でも秋山肩も強いからな。こいつはそんなに肩強くないからな。パワーって足ある、あれやつ大体ね肩強いけどね。なぜかあんまり肩が強くない村岡くん。そしてヒット打つのがうまい。おお、すげえ勝ちたね。どういう滑り込み方した今。今の滑り込み方絶対間違ってるだろ。あ、最後サファテが締めたのかなこれ。またあのお辞儀見たかったな。まあまあまあいいでしょ、まあいいでしょう。解消。ここは村岡のおかげだ。背番号2番のヒーローがうちに入ってきました。ハムの背番号2番って誰なんだろう。小笠原かな。ダルトン、伊野、メヒア。お、メヒアいいね。メヒア寒い眠りに11本。このまま優勝しようぜ。優勝6月もう日本シリーズまで行くからな俺は。絶対今年は日本シリーズまで行く。むしろこのパートで日本シリーズまで行くって言っても過言じゃないね。これで行けなかったらどうしよう。行けなかったらもうカットしよう。なかったことにしよう。やっぱりね、動画のねいいところってね、ここでカットができるからね。優勝しますって言ってもね、あの優勝できなかったらねカットしたいんだよ。優勝しますって言ったところがね、言ったところをカットしたいんだよね。村岡、片平、花上。村岡3人とも確定。花上、まあ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 。で片平は、おお、まあいいいいいい、全然大丈夫。本当になんか清水みたいな。清水に能力似てんな。で村岡、おお、 DBSCD 強え。これは強え。これは強すぎる。
弾道4になった村岡。まだか。弾道4にしようぜ、早く。早く弾道4にしたい。弾道4にしたらガンガン打つからな、やっぱりパワーある選手って。で、今この段、渡辺がスランプ。渡辺がスランプということは、ショート誰か変えたらいいのか。セカンドか、鍋は。石崎か。ゴーにセカンドやってもらおう。石崎セカンドやってもらおうか。近藤だな。村岡。清宮が結局ベンチにいるっていう。清宮をベンチに追い込む選手、村岡。それがルーキー村岡。清宮はね、意外と打たないんだな。伸びないし、思ったより。俺が伸ばしてないのかもしれないけど、俺が育成失敗したのかもしれない、清宮の。ごめんな、清宮、俺が育成失敗してたら。コンピューターが興味は育成したらめっちゃ強くなるかもしれないね。もしかして日本の4番ぐらいになってるかもしれない。おっしゃ、マジック48点と。DeNA 来いよ。来いよ DeNA。菅野打ち崩してやる。うちの村岡が。これはもう優勝決定だな。今年は。普通にやってると。でセカンド西崎も意外といいのかもしれないね。打ってるのかもしれない。ただそろそろセカンド変えてもいい。もう、スランプって解消されたよね、もう。解消されてないのかい。渡辺はいつまでスランプになってんだ、お前は。長ない、スランプ。そんなうちにレギュラー取れんぞ、近藤は。そして、あれか、すぐ怪我すんな、お前は。平松もスランプだったし。平松正治もスランプだったじゃないか。近藤じゃないわ。渡辺のスランプはいつ解消されるの？やっぱ試合出ないと、スランプは解消できないのかな？そういうことなのかな？塩谷もスランプだった。待って。まずい。試合出さないとスランプ解消できないのか？そういうやつなのかもしれない。塩谷は意外と打たれてんだ。大空帰ってこい。白村がくっそ溜まってる。ここでクモンに行くもん。スカイの加藤も一回変えるか。加藤を変えて誰？高塚くんとか中継ぎやってもらおうか。もう優勝決まったら、これ優勝決まってるんで一回ちょっと下げようかな。一回ここら辺を下げて思い切ってこう下げることによって、今後の日本シリーズとかに備えよう。3人とも下げました。一気に下げて、ここからちょっと先発に頑張ってもらおうかな。ここから先発には頑張ってもらいましょう。リード時ビハインド、はい、最初に守護神 OK。ここから先発に頑張ってもらって、クライマックスシリーズで中継ぎが、完璧に回復していると。これでいこう。渡辺がスランプ脱出。遅えな、渡辺。まあ逆に、いい球速と考えよう。いい球速ができたと考えよう。鍋の。西崎打ってんだな。帰れねえ。これは帰れないな。でも守備考えたらな。村岡帰るかも。ちょっと落ちてきたな。西崎を DH で使おう。調子いい西崎を DH で使いの、まあ、DH は流動的に平松を使ったり、清宮を使ったり西崎を使ったり、いろんな選手を使っていけたらいいなと思います。マジ勝ち。優勝の瞬間見たいな。優勝の瞬間が見たいんで、優勝直前まで。これね、たまにね、リーグ賞直前ってやってもね、直前すぎて優勝するときあるからな。お、西川400盗塁。いいね。マジック3、マジック1。オッケー、マジック1。優勝の瞬間を見ようぜ、みんなで。パワープロ2018初めての優勝だ、これが。最速。俺がパワープロ2018最速優勝だろ。ペナントの。絶対違うけど、俺が最初優勝。おお、アースター、ちょっと待って。これ、T 岡田変えるか。優勝決まったら T 岡田、太田、ここら辺全部2軍に落とそう。全員2軍に落とそう。1軍主力全員2軍に落とします。優勝さえ決まれば。全員主力を落として、そっからクライマックスシリーズに捉えよう。
向こうも結構だいぶ溜まってんな疲労。やっぱりソフトバンクも、ソフトバンクとか、まあ、どこのチームもやっぱシーズン縛られた疲労みんな溜まってんのかな。実際のペナントはそうだしね、もうこっから全員も2軍の落としたろ。調整とかないからね、やっぱり現実世界じゃないんで、いきなり試合上がっても打つからね。デスパイネか、あれはデスパイネ。メヒアやばいな、47本。メヒア4番ありだな。加藤、全然打てないじゃん。1安打完封勝利って、やべ、1安打完封勝利されてがある。優勝決まった？それでしか決まってないよね、これ。オリックスが負けたら優勝決定か。うちが負けてもオリックスが負けたら優勝決定します。第2戦目、野上でいいのか。ここは俺東を生かしたいが、野上でいこう。早めに1軍のメンバーを全員2軍に落として、そこから調整させてからクライマックスシリーズ備えたいんで、早めに優勝したいな。向こうのピッチャーは誰だ。向こうのオーダー見ていこう。もしかしたらクライマックスで当たるかもしれない。すげえ、2アイナラブ4人、41本96打点24盗塁。これはトリプルスリーできんのかな。あ、シュンタもすごいな。上橋調査でスパイね、45本。あー、打ってるな。藤浪やめろ。もう藤浪赤いし、デッドボール当てるし、怪我させられたらマジで切れるかな。うちの選手を壊さないよ藤浪。だがうちを打つ。ここから見ようぜ、ヒカサ、初めてのヒカサ。おお、ナックル、おお、ナックルピッチャー、ナックル抑えのヒカサ、4点台だが、いきなりランナー背負ってるがどう。ナックルしか投げないヒカサは、スクリューも投げれる。投球はこれから3球目。ヒカサまだ若いからな、今何歳だヒカサって。まだ21歳、4年目21歳。いけ、ナックル、オッケー、ナイスピッチ。ストレート、セカンド取れる。いやー、抜ける、それ抜けちゃう。石川のレーザービーム、肩があんまり強くない。ナックルやっぱ走られる可能性も増えるからな。キャッチャーもよく取るな。これ点取られる確率めっちゃ高い気がするんだから。優勝の瞬間見たかったんだよな。ナックルしか投げないこいつ。ストレートも150キロあるんだけどね。150キロのストレートもあるが、ナックル、ここで全力ストレート。150キロのストレート、150キロ超えのストレート、144キロ。そこでもう一回ストレートを続ける。振り遅れてんぞ向こう、ナックルに合わせてくんぞ。ここでナックル、ストレート2球続けてナックル。ナックルがマジで打たれねえ、最強ボールやナックルは。ただナックルでカウントが取れねえ、ストライクが入らねえ。スタミナがめっちゃ削られるナックルで。ナックルえぐいぐらいスタミナ入るからな。マジヒカサスタミナ D ないと1イニング投げれないな。めっちゃ打たれてるじゃんヒカサ、タイピンチでめっちゃ打たれてるじゃん。3割打たれるじゃんタイピンチで。あー、ナックルを取られた。あー、同点だ。あー、同点、あー、同点、あー、同点、あー、同点です。全然同点でした。あー、負けたけど優勝決定。オリックスが負けたから優勝。このガッフェが喜んでるぞ。あ、栗山監督胴上げされてる。メヒア、T 岡田ぐらいしか分かんねえ顔が。全然メヒア分かるな、 T 岡田も分かるな、それぐらいしか顔分かんねえ。顔だけじゃ全然分かんない、誰が誰が。しかも前に背番号ないからね、日本ハムって。後ろには背番号あるから背番号見たら誰か分かるけど、顔だけじゃ全然分かんない。 T 岡田とメヒアぐらいしかマジで分かんないな。実況担当は堂前秀夫で、ヤフオクドームよりお伝えしました。いや、ソフトバンクで優勝はいいな。ソフトバンク相手に優勝はもう負けたんだけどね。まあ負けたんですけど、ヒカサが打たれたんで負けたんですけど、防御率4点台の抑え、リーグ優勝チームの抑えが4点台でどうなってんだよ。よし、優勝した。クライマックスシリーズ行こう。とりあえずもう2軍に落とそう。疲労度溜まってる選手をガンガン2軍に落として疲労度を回復させます。野上下げの若手を上げていこう。若手を堀くんとかあげようか。石川か、石川下げて鈴木上げの、ヒカサ下げの。ヒカサ大丈夫か、疲労たまんないでしょ。ルーキーっていうかあれだしね。いや変えよう、一応変えてこう。
国際誰がある？大友にちょっと代わりのお世話やってもらって、中継加藤で行こう。で、ここも下げーの、下げーの、西川下げて、アルシア上げーの、太田下げて、浅間上げーの、T 岡田下げーの、森山上げーの、近藤下げーの、今川か。で、ゴー下げーの、で、石井でしょ？これぐらいでいっか、下げんのは。西崎も一応下げとくか。よし、このメンツで。まあ、あとは適当に組んだけど、オーダーは。メヒアも疲労で溜まるか。ここら辺まで飛ばして、とりあえずカットするか。よし、レギュラーシーズン終わって、クライマックスシリーズファイナルステージまで飛ばしました。ここで、ちょっと1軍に上げていこう、みんな。ここでみんなを1軍に返します。誰を下げてたんだ、俺は。野上とか下げてたね。絶好調はでも使えるはずなんだな。あと、まあ、サファテとか変えますか。久村、今村、石川、鍵谷はいたか。クモン、で、岩崎。で、ヒカサ。これがうちのフルメンツじゃないか。先発陣はどうしよう。絶好調の選手をできるだけ使っていきたいんで、てか西村とか田中豊も抑えてたんだな。とりあえずこれでいきましょう。野手も疲労から、疲労度が回復してますよ、みんな。みんな回復して帰ってきた。5を上げよう。で、近藤。西川。T 岡田。太田。帰ってきた全員、これ全員帰ってきたよね。7割1分4厘って結構打ってたんだな、みんな頑張ってたんだな。俺らというか主力がいない間もみんな頑張った。ここでもうみんな勝利投手でいい。お前らはうちの最強中継ぎ陣が帰ってきました。お前らはもう勝利投手でいい。リード陣が多いんじゃん。クモンビハインドいこう。リードビハインド3人でいい。短期決戦は3人でいい。この3人で頑張ってもらいましょう。そして彦坂守護神一番心配だ。お前が一番心配だ。俺はオーダーはこれでいこう。清宮がギリギリホームランをちゃんと10本打ちました。清水2割8分6にあるな。清水でいこうか。ここはもうちょいちょいちょいで勝たないといけない。クライマックスシリーズなんてもう、ここはもう堀とか使っていこう。日本シリーズのことあるんで、いや日本シリーズまでは、いや初戦は堀でいい、初戦は堀でいい、初戦は堀で大丈夫だ。絶好調は使った方がいい。 OK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 、 初戦は堀で大丈夫。ギリギリ勝ったな。打ち勝った。堀は何点取られた。5回走ってダメです。でも勝てた。勝ちゃいいんだよ、勝ちゃ。ここでもう堀は2軍に落とします。もう2軍に落とします。これでもう大丈夫、もういらないっす。1試合投げてもらったんでもういいっす。堀さんはちょっとここでお役ごめん。堀さん2軍に下がろう。もう1人1殺の覚悟でいこうか。クライマックスシリーズはね、もう王手かけるまではスキップでいこう。ここはもう市原でもいい。オッケー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 。これで市原もうお別れだな。あ、でも市原抑えた。市原抑えたからもう一回ちょっと、もう一回いてもらおう。まだちょっとチャンスをあげよう、お前には。お前にはまだチャンスをあげる、俺は。クライマックスシリーズはマジ打たれた瞬間もうみんな帰ってくからな。ここで高速試合。大手かけた。ここで東、エース東。いやもうここは思い切ってね、あんま先発を無駄に使いたくないんで、東は使いたくないんだよ。日本シリーズ使いたいんで。まあいいや、とりあえず東使っていこうか。まあ日にちはあるわ。ここで勝ったら日にちはあるんで、まだ東を使っていきましょう。
進出チームが決まるクライマックスシリーズ第3戦、3戦3立てで決めます。札幌ドーム、人があんまり入ってない、強すぎてシェイシェイだマジで、強すぎて人が入んないパターン、昔の中日だ、ちょっと前の中日、落合中日みたいな感じが結構入ってんな人は。向こうの打線47本、強えな、43本もいるし強えわ。だからうちの打線もな、打ってんだ見ろ、俺の打線20本18本23本35本51本、すげえ、上位打線がホームラン打ちまくっている。2割9分6に20本、3割0分2に18本、2割8分に23本、2割9分4に35本、3割2分1に51本、4番だなこれ、メヒア、メヒア4番だわ、確実にメヒアが4番だったな。うわー、うちのビッグバン打線が火を吹くぜ。はい、優勝、今村が胴上げ投手。いや、メヒア、レアードからメヒアに変えてよかったな。メヒアがこんな打つとは思わなかった。パワープロ2017のメヒアってあんま使えないからね。意外と成長しないんだよね、パワーとか。パワー C ぐらいでなんか全然成長しないイメージなんだよな。パワープロ2017のメヒア。パワープロ2018のメヒアは結構成長しますね。今後も結構メヒアって戦力外とかなる可能性あるんでね、取っていこうか。次のペナントとかでメヒア育てて育成できるわ、育成。メヒア育成計画ありだわ、これ。ミート B まで上がるかな。よし、じゃあ日本シリーズはどこが来るのか。勝ってきてほしいな。DeNA か。まあいいでしょう。優勝通り。10ゲーム制以上つけて圧倒的優勝した2チームで日本シリーズを戦っていきたいと思います。それじゃあ今日はここで終わりたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。次回最終回にしたいと思います。バイバイ。